ミュージカルの金字塔、オペラ座の怪人は多くのトップスケーターが選ぶ演目としておなじみです。高橋大輔や鈴木明子にも採用され、選手によって曲の編集が異なるのもフィギュアスケートの面白いところですね。本日はその中から村上佳菜子が単体で演技した進行海をお届けいたします。